いろんな分野で活躍している人たちや、自分の夢に向かって全力で取り組んでいる人たちを紹介するタウンヒーローズ。今回は三重県初の J リーグ入りを目指すビアティン桑名から北村智隆選手をご紹介します。東海地区で唯一 J リーグ入りを果たしていない三重県にとって、初の J リーグクラブを作ろう、それも桑名市のシンボルとなるクラブを作り、子どもたちに夢を、地域住民の皆さんに元気を、そんな熱い思いから昨年4月に活動の口火を切ったビアティン桑名。現在は元 J リーガーのベテラン選手7名が在籍しており、J リーグ入りに向けて日々練習を重ねています。今年2月にビアティン桑名に加入した北村智隆選手も J リーガーとしての経験を豊富に持つ選手の一人です。小学校3年生の頃に親戚のお兄ちゃんに誘われて、はい、始めました。それまでは水泳とかやってて、サッカーはしたことなかったんで、まあ最初は本当リフティングとかも2、3回ね、5回とか行ったらいい方だったんで、すごい難しいなと思いました。はい、北村選手はサッカーの名門四日市中央工業を経て J リーグへ。横浜 FC、モンテリオ山形で通算295試合のリーグ戦に出場。フォワードとして37のゴールを勝ち取ってきました。去年のオフに前いたチームのモンテリオ山形っていうのを、戦力外になって、まだやってみようっていう、まだやりたいなっていう気持ちがあったんで、J リーグ合同トライアウトというのに参加して、その時に、ビアティンの、関係者の方が見に来ててくれて、まあ本当昨年末に会っていろいろ話を聞いたっていうのがきっかけです。はい、そうですね、僕個人としてはやっぱり同じポジションの選手なので、本当に普段からいろいろなことを教えてもらってる、本当僕からしたらもうお兄さん的存在で、もう本当にいろんなことを学ばせてもらってます。みんなからも本当に愛されてる選手なんで、僕も本当に好きな選手ですし、もう尊敬してる選手です。J リーグでのキャリアもすごいありますし、経験豊富ですし、スピードありますし、やっぱここぞっていう時に点を取ってくれる決定力もありますし、まあ、何より三重県を一番愛してる男じゃないかなと思います。新たなる舞台にビアティン桑名を選択して数ヶ月、北村選手の目に今のビアティンはどのように映っているのでしょうか。そうですね、やっぱりまだまだ本当チームとしては未熟だとは思ってますけど、いつも練習やってる選手は11人も足りてないですし、試合だけ来れる選手っていうのが大半で、なかなかチームワークとかそういうのはなかなか気づきにくいんですけど、元 J リーグ経験者っていうのが7人、本当いろんな経験があるっていうのが強みじゃないかなと。 J リーグだけじゃなく地域リーグでやってきた人も、やったことある人もいるんで、そういう経験をやっぱり伝えていけるっていうのが、これから入ってくる選手だったり、今いる他の試合しか来れない選手たちにっていうのが、強みかなと思います。それでは北村選手、最後に今後の展望を教えてください。ビアティン桑名がね、Jリーグへ行けるまで
行くっていうのが夢であるし、高い目標を持って、まあ、これからね、今31なんで、どんどん年は取って衰えていくというふうに世間では言われている年齢になっていくかもしれないんですけど、本当にまだまだ成長したいという気持ちを持って、チームとともに個人も一緒に成長して、J リーグ行った時に、バリバリやれたらいいなと思います。